ウィリアム・スタインバーグはユダヤ系ドイツ人の指揮者。第二次世界大戦後にアメリカを中心に活動しており、もっぱら英語名で知られる。また、ピアニストとして活動したこともあり、オットー・クレンペラーの指揮でガツに疲れたピエロのピアノパートを演奏したこともある。ケルンに生まれ、本名はハンス・ビル・ヘルム・シュタイン・ベルクと言った。1933年にナチスにより、 フランクフルト歌劇場から引退を余儀なくされた上、演奏活動を制限されたことから、1936年にイギリス移ー統治領パレスチナに移住した。同地でブローニスワフ・フーベルマンらとともにパレスチナ公共楽団を結成し、指揮者を務める。第二次世界大戦後に欧米の楽団に復帰し、1945年から1953年まで、 バッファローフィルハーモニー還元楽団を、1950年代には、ロンドンフィルハーモニー還元楽団を指揮した。1952年に、ピッツバーグ公共楽団の音楽監督に就任し、1976年までの長期間にわたって、同学団を指導した。同学団とは来日公演を行っている。名バイオリニスト、ナタン・ミルシテーンと組んだ競争曲の録音などでも、 有名である。また、1969年から1972年まで、ボストン公共楽団音楽監督を兼任している。さらには、ニューヨークフィルハーモニックの顧問を務めたこともあった。なお、ニューヨークフィルハーモニックで当時アシスタントを務めていた小沢聖二は、スタインバーグのコンサートでコーラスの練習などを担当しており、一緒に食事に行く中でもあった。 ニューヨークで他界した、息子のピンカス・スタインバーグも指揮者である。ありがとうございます。